本邦初公開のドスッピン。これ塗るだけで藤原ランドでーす。さあ今日なんですけれども、ちょっといつもよりはカメラの角度とかが違いますけれども、今日はリクエストに、たくさんいただいてました嫁ランドのメイク動画をやりたいと思います。皆さん興味があるみたいで、本当何件もこうコメント欄に嫁ランドのメイク動画見たいみたいなのをいただいてました。化粧品知りたいとか、お肌ツヤツヤとか、もうお肌ツヤツヤのくだりでもうがぜんやる気になってくれまして、いや美人さんとか、もうそのおかげでもうやる気になってくれまして、本邦初公開のドスッピンで、スタンバってくれてます。ここにね、今から僕と交代で出た瞬間にもう高評価のグッドボタンを押していただいて、もう美人さんお肌きれいってことをね、すぐにコメント欄に書いていただきたいなと思いますけれども、どうしよう、過去最高にバッドボタンがあったらちょっと僕も正直じっくりメイクするところをこう撮影で見るなんてのは初めてなので、わかりました、お前の説明はいいってことですよね。それでは早速いや、もうやだよ嫁ランドに交代したいと思います。それでは本邦初公開嫁ランドのドスッピンでございます。やめてよさあということでこんばんは、あ違う、こんばんはじゃない、こんばんはってこんにちは今からじゃあ、はい、嫁ランドのリクエストがありました。もうほんと過去一多かったかもしれない、はい、メイク動画、はい、いつもの通りのメイク、はい、やっていただきたいと思います。はい、いつもすごく雑なんで、うん、そんなになんか何をお伝えしたらいいのやら、今化粧水と、うん、保湿ジェルつけてる状態なんですけど、化粧水はこれです。アクセーヌのモイストバランスローション、これを洗顔、あ、洗顔フォームとかも、洗顔フォームは別にいいんじゃない、もうみんなアクセーヌ使ってます。うーん、の泡で出るやつ、リセットウォッシュってやつを使ってて、それの後にこの化粧水を塗って、うん、これです、アクセーヌのモイストバランスジェル保湿液、うん、はい、これを塗ってます。なんでこれを使ってるかというと、うん、大人ニキビができやすい、吹き出物のこと、はい、そう、大人ニキビと言わせて油分の多い化粧水とか、あの乳液とかを、美容液とか使ってしまうと、あの余計できちゃうんですよ。ノンコメドジェニックって言って、うん、大人ニキビとか、まあ思春期のニキビができるの、ダクネ菌の繁殖なんですけど、そういう餌になりやすい油分とかがあまり入ってないノンコメドジェニックっていうので、これを使ってます。今日の動画は男の視聴者ゼロやろさっぱり分かれへんもんそうだよね、私もなんかなんて説明したらいいのか分かんない。あとちょっとこういうなんかニキビのなんか跡とか、そういうニキビができちゃったところには、このイプサのピンプルクリアっていう部分的に使う美容液なんですけど、なんかちょっと肌荒れしちゃったなみたいなところに、部分的に塗るジェル状の美容液。あとはこの前パパにハリッチ連れてってもらった時に、ハリッチの先生がご厚意でくださったこの美容液、ハリッチプレミアムリッチプラスっていう美容液、これヒト幹細胞っていうのが入ってるらしくて、私もよくわかんないんだけどすっごく良くて、これをいただいて塗ってからあまり肌荒れがしなくなった。なんかできてもすぐ治る、だからこれリピートしたいから、パパ買ってくれる？これが今使ってる基礎化粧品で、乳液とかそういうのは油分が多いので私は使ってないです。まあなんか基礎化粧品はほんと参考までに、なんか人それぞれ肌質が違うので、で早速お化粧なんですけど、今
マスク生活なのでファンデーションを使っていなくて、下地にすごい力を入れてるんですけど、うん、ファンデーション塗ってもマスクについちゃうんで。ファンデーションしてないの？してません。うーん、この下地が今すごく良くて使ってます。ちょっとお高いんですけど、これクレドポーさんのクレドポーボーテボワールコレクチュール N プレメイクアップ、この下地を塗ってます。これをですね、パール一つぐらいの量出して塗ります、これ塗るだけで、気になる毛穴とか、くすみとか隠れるんですよ。それファンデーションがそういう役割なんじゃないの？違うの。いきなり基礎化粧品塗った後の肌にファンデーションをいいやつ使ってもなじまないんですよ。自分にの肌に合ったいい下地を使った方が、下地さえいいの使ってれば結構嫌なとこ隠れるんじゃないかって最近思ってる。やだ、そうなの？藤子さん出てきた。私がファンデーション塗ってたのバカみたい。こんな感じで下地塗るとちょっと違う、はい、確かに。この首にもなじませて、首まで顔なんで、うん、陶器のようやわ。あ、それはありがたい、うん、下地を塗るだけで割とこう毛穴のこう隠したい感じとかくすみとかそういうのが結構消えます。これは何なのよ、早く言ってよ。クレドポー、普通だったらこ次にファンデーションなんですけど、もうマスクにくっついちゃって嫌なので、ちょっとニキビ跡とかシミとかを隠したいので、これ 24H コスメのミネラル UV コンシーラーライトナチュラル。だいたいコンシーラーっていうのはそういうもん。うん、これをですね、まあほんと塗り絵みたいに塗り絵みたいにこうちょっと隠したいシミとか。へこみも隠せんの？目立たなくぐらいかな。なんかこう隠しすぎちゃうと厚塗りになるんで、なんかもうあまり隠さず、あ、ほんまや、変わるな、消えてくな。確かにメイクさんにやられるときそんなんやってるわ、俺の顔にも。そう、パパシミあるもんね、いっぱい。なんかね、この辺の目立つところだけちょっとやっとけば、このコンシーラーのマスクで取れないんだ。まあちょびっとは取れちゃうけど、ファンデーションよりはいい。うん、ファンデーションって結構鼻の頭とかファンデーション塗ってもなんか取れちゃうんだよね。下地がいいからなんかファンデーション塗ってもあんまり変わんないんじゃないかと思って。ああ、なるほど。うん、子供いるし、ひと手間省けていいかなみたいな。顎とかね、ニキビ、大人ニキビできやすくて。でもまあ確かに顎をよう言うてるけど、化粧したらわからんもんな。そうでしょう、うん、ほら、もうちょっと消えたでしょ。わからん、全然わからん。ファンデーションしてコンシーラーしてたらそれも取れちゃう。油っぽくなる気がする。あとなんかマスクでこもって余計なんか派手荒れする気がするんだよね、なんかファンデーション塗ってると。これでなんとなく隠したいとこが消えたので、まあこの辺とかもあるんだけど、そんなに全部隠してたら大変なんで、ちょっとこうテカってるんで、それを抑えるお粉、カバーマークのシルキールースパウダー。文字何も書いてへんのに、なんで本当はここにカバーマークっていうロゴがあったんだけど、 あの詰め替えしてて消えちゃいましたね。これをですね、こうやってで、シュクシュクシュクって押さえます。こういうなんていうの、テカりやすいところ、うん、D ゾーン、うん。で、あとコンシーラーやったところをちょっと押さえるとこう肌に貼り付くんでね。
めちゃくちゃ抑えんねんないやでもそんなについてないから怒らん。こんな感じで瞑想します。はいはいはい。クマとかある人はコンシーラーでもうちょっと。あ、めっちゃやられる俺メイクさん。うん、あるもんね、うん。で、次眉毛。眉毛は眉毛言うてる人おったで。いい眉毛言う。本当ですか、うん、こんななんかバラバラの眉毛なんでペンシルで描いてるんですけど、カバーマークのリアルフィニッシュアイブローライナーの02番明るい方。反対側にスクリューブラシがついてるんで、スクリューブラシでちょっと毛並みを整えて、油っぽいのが残ってるとペンが浮いちゃって描けないんで、しっかり押さえて。私がなりたい眉毛が太さが均一な、あまり山のない眉、太さが足りないんですよ、うん、なんで眉頭の上を描きます。で、太さを決めちゃう、うん、で、なんか描いたらぼかして、描いたらぼかしてってして、なんかこんな風に。あー、ほんとや、上側がちょっと太くなった、うん、こっちとこう右と左で違うんですけど、うんうん、眉頭の上のとこを描いて、うん、太さ決めて、うんうんうん、で、次に足りないところがこの下が足りないんで、だから基本ここは描かない、あまり、うん、この今度この下を描く。で、眉のお手入れとかはもう本当にこの辺に生えてきてるいらないやつ抜くだけで、あとはほっといてます。まあ、上手にやるな。なんか自分の眉毛の太さを基準に足りないところを描くみたいな感じ。うん、あ、全然違う。違うでしょ。うん、でもなんかそんなめちゃくちゃ描いてるみたいな感じ。そう、描いてない時の方がきつい眉毛やな。そう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 。うん、なるほど。なんかちょっと山なりの眉毛、もともとの眉毛が山なりの眉毛だから、うん、それが嫌だから平らに足りないところを描いてる感じ。すごい、そっちでさ、興味ないわみたいなさ。あれは何言ってんの、ぶち殺すわよ。右描いたら今度左も合わせて、うん、同じように上から真ん中の、うん、真ん中から外側にかけて上、この一番山のところからこの眉頭っていうの、うん、のところをこう決める、平らにするみたいな感じ。あ、そうか、そこの角度が下がってるからな。そうそうそう、ここがグッてなってるから、うん、この角度をなくす。なるほど。こっち、はい、眉頭変えて、はい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 、あとはここが太さが足りないんでこっちも変えていきます。もともとの眉で左右差ある？ええ、あるよ、ええ、一回ほら、私安室ちゃんに憧れて細くしちゃったから、うん、ほんといじんない方が良かった。だからこういうなんか山なりのなんか眉毛になっちゃったよ。ヨメランド世代はそういう人多いんじゃない、安室ちゃん憧れて。ああ、多いと思う。その後、この RMK のアイブローカラーズのゴールデンモーブっていう色、こういう、うん、こんな感じで、それ色味を足してんの？そう、眉マスカラ、ちょっと茶色くしてます。そもそもそこまで黒くないけどな、うん、髪が少し茶色いんで、こうちょっとだけ、うん、で、次はアイシャドウ。アイシャドウも、なんか前は4色入りとか買ってたんですけど、必ず使わない色が出てきちゃって、なんで最近単色買いしてるんですけど、基本的にはベージュ系ばっかり。まずだいたいこれを先に塗ります。アディクションのザ・アイシャドウ029番、これもアディクションの筆使ってます。
をちょんちょんちょんって3回ぐらい取って、このハイホール、もうほんと適当なんですけど。どこアイホールっていうの？うん、この眼球があるところ。へえ。入れます。こんな感じ。明るくなった、うん。ちょっと下にも入れます。なんか波、ちょっとこれ入れると涙袋が強調される。男の人からしたら何が変わってんのっていうレベルかもしれない。本当よ化粧してるっていう化粧より、そりゃそうやな、うん、うん、そりゃわかるよ、化粧してるなっていうのはこっちも嫌よ、うん、で、めんどくさい時はこのクリームのボタン色塗りしちゃったりもしてます。セルボーグボランタリーアイズ25番。でも今日はちょっとパウダーの方にします。これすっごい使ってるんですけど、結局4色入りだとこうやって余る色が出てきちゃうんで。ああ、なるほど。そう、気に入った色ばっかり使って余っちゃってもったいないから、こう単色買いするように最近してて、ちょっとこのテラコッタの色好きなんでこれ使うんですけど、セルボーグボランタリーベーシスアイパレット01ですね。赤っぽいこれをこの際に、二重の、ああ、私雑なんで筆一緒です。もうほんままつげの際の上んとこな。そう、うん、変わるね、うん、うん、変わる、変わる。ちょっと濃い色入れるとパキッと、うん、で、ちょっとね、で手で、ね、ぼかしてます、いつも。そうするとなんかこう自然なグラデーションになるというか。筆ちょっと細いのに変えまして、これもアディクションのザ・アイシャドウパール003番。ちょっとすごい繊細なパールの色なんですけど、これ涙袋のとこ、ここ目頭ですね。あ、白っぽいやつ。はい、ああ、それ気づいてたね。お、本当？うん、ホタテの貝殻の内側みたいな色だ。これをちょっと入れとくと目と目が近く見える。ああ、それは気づいてたよ。気づいた、うん、今日もホタテの内側みたいな色塗ったなと思ってた。ちょっとさ、もうちょっと違った表現していただける？私もうめんどくさいんでノーズシャドウとか全然入れないんで、本当はこうノーズシャドウとかを入れた方がこうね、キュッとなるんですけど、もうめんどくさいんでここちょっと入れとくと目と目のこう距離がこう近く見える。この何にも塗ってないところ、ここにちょっと入れます。それは気づいてへんかったね。明るくなるの？なんかちょっとこう高く見える、ここが。こ、でこれ手でぼかします。必ずもうめんどくさい時手でやってます、私全部で。あと統一感出すためにこの真ん中に入れてます。何の統一感？アイシャドウ一色一色に統一感出すために。わかります？このなんこうグラデーション、あ、マグについちゃったな。グラデーションに、いや、わかるよ、わかるわかる。この色、この色、この色、うん、塗ってますみたいのじゃなく、虹みたいになってなくてね、うん、ブラウンのこうなんとなくのグラデーションになってると思うんですけど、いかがでしょうか。で、気分によりこのなんかマットな色とかも使ってるんですけど、うん、このなんか秋っぽい色ですごいいいんですよ。わかる？この際に今入れたんですけど、スモーキーな、やっぱ目が変わるね。目をちゃんとやると変わる、うん、まあ基本ブラウン、ゴールド、なんかその辺しか使わないです、私。私の順番はまつげを上げとくんですけど、まつげは私まつげパーマしているのでそんなにビューラーで上げなくても大丈夫なんですけど、まつげが割と私下に向かって生えてるんで全然ビューラーで上がらないんですよ。なんでまつげパーマしてます。で、まあちょっとカール足りないなっていう時だけこうちょこっと上げて、なんならやりたてじゃない？うん、
そう、なんで全然しなくてもいいんだけど、今ちょっとしてみました。マスカラ塗る前にアイライン引いちゃいます。アイラインはケイトスーパーシャープライナー EX 自然なブラウン。黒のアイライナー引いちゃうとすごい強く見えちゃうんで。強く見えてるよもともとがっつり全部引いちゃうと、うん、すごい強すぎちゃうんで、うん、私強すぎてるよ、ごめんなさい目尻だけ描いてます。へえ、まあこれ人それぞれやろうな。そう、こんな感じで。うん、わかるわかる。うん、色がついてるアイライナーとか出してるブランドさんあるんで、そういうのとか使ってもアイシャドウをやるのが難しいわっていう人は、キラキラした茶色とかなんかね、結構派手な赤っぽいアイライナーとか割と出してるとことかあるんで、アイシャドウなしでアイライナーだけなんかちょっと派手なのしたりしても結構可愛い。こんな感じです、うん、で最後マスカラ、RMK のマットマスカラの04番バーガンティ。黒のマスカラだとやっぱちょっと強すぎちゃうんで、ちょっと赤茶みたいな色を、うん、そうね、はいはい、塗ってます。まあ根元から、あ、ちょっと逆からやっちゃった、いつも右からなのに、まあいいや。でこういうなんかコームみたいなのがあるんですけど、うん、見える、こういう、はいはい、折れちゃったんだけど、剣山みたいなやつそうそう、うん、これでなんかちょっとくっついちゃったなと思ったら溶かして、へえ、あんまりつけすぎちゃうとひじきみたいになっちゃうんで、うん、で下まつげも塗ります。うん、おお、ちょっと待って、危ない危ない、お目目やってこっち待って、見てて、かわいい、おお取っちゃう、お、取れる取れる、あ、取れた、溶かしてくれる、なんかこんな感じです。あと最後にチーク、チークはセルボーグのカムフィーブラッシュ03番、うん、はい、あんまりピンクとかそういうんじゃなく、ごめんね汚くて、ベージュ、あ、もうほぼベージュやな、はい、両方サササってやって、おでこのここちょっと入れます、この辺とかちょっとこう影っぽくしとくと、ここだけ光が当たるから、なるほど、特にこうハイライトとかしていなくても、あ、なんかぐちゃぐちゃにされてる髪、シャンプーしてますか、でこの笑って一番高いところ、うん、こでこうちょっとめちゃくちゃにされてるけどこんな感じ、もうすごい適当です、こんな感じ、なるほど、で、終了、終了、え、それこそリップは塗んないの、リップマスクだからして、ああ、なるほどなるほど、一応しますか、なんか薬用の何でも、まあメンタムでもいいし、リップクリーム塗ってからなんだ、うん、そう、じゃないか、あの、ひび割れちゃうから、で、なんかちょっと抑えて、セルボーグのディグニファインドリップス09番、ちょっと茶色っぽい、はいはい、オレンジっぽいバーガンディみたいな色、もうめんどくさいから直塗りしてます、なんかこうやってポンポンポンってハケとかそんなんじゃない、うん、ね、めんどくさいんで、で、なんかちょっと手でポンポンポンって、そんなに私がっつりリップ塗らないんで、うん、で、完成、完成、髪の毛はなんかちょっとオイルとか塗って、パサパサしてると年っぽくなるんで、オイルとか塗ってなんかクシュクシュってやってます、なるほどありがとう、時間かかっちゃった、
いいのかな、こんなんで。いいんじゃないの、メイクが見たいっていうのはもうめちゃめちゃリクエスト来てた。 ありがたい、ね、こんなので参考になってるんでしょうか。ということで、今日は嫁ランドにお願いしていつもの普段のメイクをやっていただきました。また何かしらリクエストがありましたらコメント欄に書いていただけたらと思います。いいのかな。ということで、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。今回はこの辺でありがとうございました。